私、本場のバレエを勉強してみたいんです。バレリーナを夢見た少女。医者に半年持たないだろうって言われました。自らの死を悟った父。お父さん子供の頃からの夢だったんでしょ。私だってやめたくてやめるわけじゃないんです。あの子にとってバレエは全てですから。時を超え紡がれる父と娘の絆。すべての親子に送る小さくて大きな物語。